ああ、そういうことか。完全に理解した。全身ブルーに染め上がった私の勘が言っている。今年の4月に防衛を放棄してから約半年。思ったよりも経過してなかった。まだセリエナは防衛できてないのだな。さすがの私も半年間同じ下りを続けているとアッサシというものができてくる。防御壁を守りきってくれ、であろう、言うのだ。防御壁を守りきってくれ。おうがやっぱり来た。どうだこれが私の勘だ。しかし残念だったな。私にはもう別の仕事の依頼があるのだ。今回もいつも通り行かせてもらうぜ。そのうちコンビで対処してあげるから待ってろよ。さてお仕事開始。あれここなの？ここですよ。今回はこの兵器を騎馬にて、セリエナの防衛を行います。半年間ずっと放っておいた伏線がついに回収されるのか。胸圧展開だね。それは伏線じゃないから胸圧しないぞ。ならばこれは何と説明すべきなのだろう。一番適切なのは、引き伸ばしですかね。胸貫展開だね。この極寒の兵器を騎馬で胸ダムしたら凍ってしまいそうだ。ホットドリンク不要なくらいにはここは戦いですよ。まあ仮に凍ったら追いかけて溶かしてやるから安心しろ。凍った人間にお湯をかけても蘇りません。さてやるからには10分で守ってやるぞセリエナ。イベルカーナくらい私は20体近く買っているから余裕だ。なんでテオなんだよ。いや、なんでテオなんだよ。同様のあまり同じ質問を2回繰り返す食品。あれ半年間イベルカーナに襲われているとばかり。俺たちがイベルカーナだと思っていたのは実はテオだったのか。調査班リーダーもイベルカーナがどれだけ危険かを知る以下役と言っていたわけだし。考察するとするならば一つ考えられます。神様さんが知らない間にすでにイベルカーナは討伐された説です。え、私がいらなかったの。調査団も気づいたんだろう。いつも現大陸と新大陸を往復している住所不定の加工食品に頼むのはいろんな意味でってな。副賞否定できない。まずは新兵器の激流攻法、通称特大鼻くそをぶち込む。誰も言ってねえよ。っていうか急に飛んでいるね。どうしたのだろう。飛行するモーションに入った瞬間に当たったようで、しっかり撃墜されるので問題ありません。効率的に考えてどう思う？と申しますと、普通にダウンするのと撃墜ではどちらの方が拘束時間が長いのか。若干ではありますが普通のダウンの方が長いと考えられます。そうなのであるな。レアな光景なのに地味にショックでタンポポ矢沢になりそう。誰なんだそいつは。乗った時のチャットなのだけれど私にもわからない。さあせおよ、大いなるアイスボーンの洗礼を受けてもらうぞ。クラッチフローからフロー攻撃からのぶっ飛ばしだーん。なんでぶっ飛ばせないの？音爆弾だよ。飛ばせると思ったもんだな。そこはマーティガレックス理論で無理です。わー、当たるかな。いや難しいかな。当たったはずだった。貴様の目は節穴か。しまった、そもそも目がなかったよ。さてクロー攻撃で顔を傷つけてっと。もう傷がついていたぞ。大丈夫か。俺の目のことと怒りが拭ってるんじゃないか。目の剣は狩りと関係ないと思うよ。最近イシュワルダばかりしていて狩りの勘は拭っているかもしれない。しかし吸収機の訓練は怠っていないぞ。ここ最近の衝撃的な訓練で得た成果を見せてやる。まずは吸収機をぶっ刺す。ありがたかいことに、ありがたいことにテオの粉塵爆発は空中には当たらない。そして空中回避からさらに刺す。サスペンションよろせひるみです。訓練の成果を見せてやる。訓練の成果は今のだ。私は空中クラッチの技法を習得したのだ。自慢げに言っているところごめん。でっていう感想しか出てこないんだわ。でっていう、今のは角度的に頭部に直接クラッチが難しいからあえて判定のガバイ翼にクラッチするというテクニックだ。いやそれ以前にその訓練する意味が何よという話だ。空中クラッチに傷つけ効果がつくことを想定しているわけだ。あと見栄え8割方それかもしれない。濃厚粉塵も空中にいれば問題ない。空間空中判定が基本のご時世で甘いな。もっと空の彼方に当たり判定があっても私は許すぞ。当たらねえ。さあ手がダウンしてますよ。大いなる空中戦で刺しまくるのだ。ダウンしている相手に空中戦を仕掛ける意味とは空中戦したくなる衝動に駆られるのだ。ここまでの活躍をすれば半年間のサボりもチャラになるはずだ。社会なめんなよ加工食品が。文字に社会を語られるとは思わなかった。加工食品ならまだしも。まだしも。お都合の良いことに壊れていないバリスタが少しだけ使わせていただきます。そういっての拘束に成功ですね。ここのバリスタ一家に一台しかないのに大変壊れやすいもので、以前のクシャルダオラにおいてもいつの間にか壊れていることがあったそうですね。いつの間にかというレベルではないよ。気づいた時には壊れているからね。それはいつの間にかとどう違うのでしょうか。文字列が違う。お前頭タンポポかよ。言っている意味はわからないけれど、とりあえずバカにされているのは伝わる。傷つけが切れているのでここで訓練の成果。空中クラッチを訓練の成果と言い続けると視聴者様にいつか伝わらなくなるんじゃないか。私も忘れていれば問題ない。空中戦は加速する。仕切り直しだ。私の空中戦はさらなる加速をするな。どうしてそれは空中にいても当たるのだこの野郎。地面が燃えているのなら空中にいる人は燃えないのが自然だ。フライパンの上に手をかざすと熱いのと同じ理屈です。すごい納得した。この後めちゃくちゃ納得した。手を盛大に拘束したので半年間のサボりもチャラに。無理だチャラを。私は真面目系食品だ。ダブルクロス理論ならばこの後テオは火炎ブレスを放つ。それを予測し私は跳躍を行うんだ。大陸が違うんだよ。そういえばそうだった。ここのテオはノーモーション突進しないだろ。するけど。あ、そうだったのか。お気になさらず吸収式。粉塵爆発中は良いチャンスになるな。そして頭部の傷が治っているので訓練の成果を発揮する。こうやって止まっている相手の頭部にクラッチすることすら昔は難しかったのだ。難しかったことあったっけ？枯れても困るんだが。そんなことより今度は怒りが切れているのでぶっ飛ばしだ。再び訓練の成果を見せるとか。いけません。バイ
イキン男じゃねえよ。まだ動いているモンスターにクラッチするのは訓練不足なので、ここは普通にクラッチすると怒り解除されてからかなり攻撃してるし、クロー攻撃一発でぶっ飛ばしてもいいと思った。あっこの角度ダメかな。回収ダメではなかったな。失敗。ここでダウンしている間に新兵器のお出ましだ。移動式バリスタ、移動機能を持ちつつ超速連射が可能なバリスタです。ハンターたちも楽しい遊具で遊んでいこう。思ったよりも遠いな。しかしちゃんと当たっているらしいぞ。思ったよりもダメージ入ってない。しっかり肉質計算が入りますからね。今は頭部に入ってますね。思ったよりもダメージ入ってない。わがまま言うんじゃねえよ。このインフレのご時世で一発36ダメージはちょっとなんかも痛くなるのだ。それでも全発弱点に命中すれば3600ダメージは期待できますよ。600か。3600万あれば一発当たり36万ダメージ入るのですが、奥べひがワンパンではないか。かなり手を弱らせることができたぞ。今度こそ半年間のサボりはチャラを。誰も見てないしな。うさばらしのための吸収式。うさばらしにされる手を食うかわいそう。やりにくくなるからやめてくれないか。やりにくくなったとしてやめますか。やめるかもしれない。絶対やめねえわこいつ。やめるかもしれないもん。多分嘘じゃないもん。説得力どんどんなくなっているの分かってんだろうな。説得力の吸収付き。当然フルヒットですね。説得力があります。説得力ってなんだっけ。そしてこれは大いなる軍人爆発。しかし残念だったな。空中にいれば当たらないのだな。で飛びかかってくるのだ。でも学習したんだな。空中戦をメタれば勝てると。なんだと。甘いな。空中こそ我が縄張りという私の言葉を忘れたか。正直忘れてたわ。実は私も忘れていたのだ。言わなくなってどのくらい経つっけ。とりあえず刺すか。とりあえずで刺される手を食う。それにしてもここまでの空中戦を見せれば半年間チャラ男に。見てないな。お前の活躍誰も見てないな。実際には見えないだけで遠くの方で見ていると思いますよ。見ているのなら助太刀こしらじ。生徒分散が発生しますが、やっぱり助太刀は結構です。私の吸収付きを最後まで見ておくのだ。半年間のサボりは実績で挽回だ。お疲れ様だな。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございます。終わりだよ。久しぶりの九州付き楽しかったな。なんだかんだで引き伸ばされてきた防衛戦も完了したしな。まだ終わってないかも。最近は企画ものが多かったから気軽な動画も撮りたくって、せっかくだから手を九州付きで快楽感じてみたよ。九州付きはともかく空中クラッチにはまだ課題ありですね。今後は動いているモンスターに正確に当てる訓練です。ぜひとも続けていこう。ところでアイスボーンの熱がそこまでもつかなという。間違いなくミラボレアスで手2週間くらいしたら火が薄くなるよね。歴戦多いベルカーナもまあオーネロの前例からするんだし問題ない。その根拠はなんだ。お前はダブルクロスを3年半以上やってるだろ。説得力がありますね。終わりだよ。はじめまして、煙だよ。宣伝するね。カニカマはいろいろな動画を投稿しているそうだよ。見てくれると嬉しいって。また、Twitter もフォローしてくれると嬉しいそうだよ。YouTube だったら概要欄にリンクがあるよ。ニコニコにもあると思うはず。それでは最後までご視聴ありがとうございました。